どうもこんにちは、世界的 VIP 源英です。今日ちょっとねツイートしたんですけども、スマホで撮影は当たり前にやってるけど、もっと極めてもいいと思っている。 YouTuber もスマホ撮影するし、今やドラマもスマホで撮影されているものもある、今期のねドラマをね題材にちょっと紹介するんですけども、神チューンズ七瀬 DTM 女子もそう、全編 iPhone XS の Filmic Pro というアプリでビデオカメラと遜色ない新たな制作スタイルを生み出している。ジンバルや外部モニター、マイクを使い iPhone でしか出せない味が魅力的だし、なんといっても機動力。従来の撮影機材と比べて圧倒的に小回りが効く。ビデオカメラと違って圧迫感がないから生き生きとした表情が撮れている。前も女会なと、ということで今日ねツイートしたんでございますけども、そうなんですよね、今期のドラマ神チューンズっていうね、ドラマ、私立恵比寿中学のメンバーがねやってるドラマはね、見てるんですけども、それを見てそのドラマがねどういう風に作られてるのかっていうのをちょっと調べてみたんですね。そうすると普通ドラマって大掛かりなね撮影機材と人が必要じゃないですかね。ビデオカメラ用意してとか、ものすごい機材用意してとかで、ものすごい時間かかってっていうのが当たり前だったと思うんですけども、この作品は実はジンバルとスマートフォンでやってるんですよ。これびっくりしました。知った時、スマホでドラマが作れる時代なのっていうことにちょっとびっくりしたんですよね。しかも iPhone XS というね最新機種を使って、 Filmic Pro っていうねアプリを使って、 Filmic Pro っていうアプリはほら細かく設定ができるじゃないですか。例えば色合いとかね、いろいろ細かく露出とかいろいろできるから、ドラマのシーンに合ったように作ってるっていうお話なんですけども、そりゃ好きってすごいなと思いましたね。当然皆さんねスマートフォン持ってると思うんですけど、当たり前のように撮影するじゃないですか。例えば友達となんか撮影したりとか、それこそ YouTube だってそうですよね、撮影しますよね。まだまだね極められるんじゃないかなと思いました。僕それでこそ今スマートフォンで撮影してるし、外部マイクつないでやってるんですけども、まだまだカスタマイズの余地があるんじゃないかと思っております。いや、それぐらいカスタマイズするんだったらビデオカメラ行けよって思われるかもしれないんですけど、もともと僕ビデオカメラ使ってたんで、両方の観点から話すと、ビデオカメラってすごいね億劫になるんですよ、撮影するのが。マジで本当に撮影しようって言って意気込まないとできない。それに比べてスマートフォンはもう気軽にピッてやれば撮影できちゃうんで、そこも手軽さに僕は惹かれてスマートフォン撮影に切り替えました。皆さんもそうだと思うんですけど、スマートフォンってほんと気軽に何でもできるよね。そこがいいと思いませんか。後々はビデオカメラにっていう人もねたくさんいらっしゃると思うんですけど、それはそれでいいと思うんですけども、スマートフォンまだまだいけるぜっていうのをねちょっと僕は見せつけたいなと思っております。だからそのためにいろいろとね、動画を撮影して、こういったことあるよ、こういった風にできるよっていうのをね動画でどんどん発信していきたいなと思っています。それが僕のやりたいことなんです。スマートフォンって小さいですから、機動性と利便性っていうところはもう最適だと思います。例えばさっきのねドラマを元に話すると、シーン撮影するときにドラマの裏側知ってる人だってわかると思うんですけど、レールだったりクレーンとか使うじゃないですか。あとはねステディカムとかの撮ってなんかね勢いをつけたいときに撮影するときにやるじゃないですか。そういったものが必要ないんですよ、スマホにすればね。なのにそれと同等のカメラワークが可能なんですね。そこにすごい魅力を感じております。それはね、撮影に対するね時間の短縮っていう点ではもう本当にいいと思いませんか。例えば通常カメラがね設置できないところから撮影することできるじゃないですか、スマホだったら。そういった点も魅力ですし、スマホならではの魅力っていうのがあると思うんですね。だから今 YouTube 始めようとか、 YouTube 始めたてっていう人が無理やりにビデオカメラに行く必要はなくて、スマートフォンで十分ですし、スマートフォンを極めようと思えばもっと深みにはまれると思うんですよ。そこをねちょっと僕は掘り出していきたいなというふうに考えております。皆さんどうですか？ YouTube やられてる方でスマートフォンで撮影してる方ってどれだけいますかね。ちなみに僕はもうビデオカメラからスマホに完全に乗り換えました。本当に撮影がしやすくて気に入っております。毎日のね動画撮影がねちょっとウキウキというか楽しくなってきてて、今日はこのネタ撮影しようって言った時にすぐ用意して撮影できますし、そこら辺がね非常にね僕毎日楽しいですね。ということで今日はね僕のツイートを元にねちょっと話してみたんですけども、スマホ撮影まだまだ可能性がありますよっていうね、そういったお話をしてみました。いかがでしたでしょうか。とりあえず皆さん動画撮りましょうというお話です。お疲れ様でした。